長、長官に続きであります。警護体制の再構築が急務となる中での重責に身の引き締まる思いであります。この激動する時代に、的確に対応して治安責任を全うできるように、全力を尽くしてまいります。どうかよろしくお願いいたします。それではご質問がありましたらお願いいたします。はい、前の警察長官の中村格が大変変な人間でした。安倍政権にへつらい伊藤詩織さんの強姦事件のもみ消しをして、それで逃げ回っていました。安倍晋三にごまをすった強姦魔の山口のりゆき、その山口の強姦をもみ消した中村至る。中村が逃げる YouTube が社会に出回っています。露木長官は中村と違ってまともな人間だと良いです。警察を叩き直すためにも、中村至が犯した罪が何であったのか、決して忘れることはできません。ちょっと YouTube 見てください。ほら。